経営柔道さんですね。はい、そうです。店舗はどちらですか？店舗はないんです。あ、店舗なし、書店だけでやってます。ガラクタ四天王寺京都博覧会、今月の26日にあの岡崎公園のところで、はい、まあ、平安の実の市とかあるじゃないですか、はい、あれあんな感じで京都博覧会っていうのがあって、はい、それに出てます。あ、お名前どうしますか？星名、保険の方に、はい、理科の科で書いてます。はい、ありました。すいません。理科の科、これは全部セットの値段なんですか？これ。そうなんです。あの2万円、はい、棚と、はい、これも全部、はい、どっちかというと棚は飾ってで使ってるんで、棚なしでも、はい、なしでもいいんですけど、はいはい、ちょっと見せるのに棚があった方が便利かなと思って、はい、これ出したで、これ5年やつね、こんなやつ。あるやつをそっくり貸し出すときに出し合いして見解とかやってたから、それで後で間違うと悪いので、メールを送るこれ1枚の値段ですか？これは全部の値段です。あ、全部、これこんだけ全部、これ全部の値段、はい。
いいですよ。あ、はい。でこれはどこでやったんですか？美濃。岐阜県。岐阜県で。岐阜県多治見市。多治見市で。に店舗があるってことですか？もちろん。いろいろ回ってはるんですか？京都以外も。今度東京行く。来週。来週東京。12、13。へえー。これ声入ってるもんね。入ってます声も入ってますよ、はい、意外と皆さん自分の声がこんなんやったかなって。ほんとだけど、いろいろ回ってますね。いろいろ回ってます。そうか、やっとくのってこっちが本業だ。これ何ですか？化石。化石、うん、あ、なんか貝ですか？そうです、そうです。アンモナイト、アンモナイト、時代、幕末だね。幕末お吹き焼き。あの、深いって書くやつですか？そうです、深いに井戸の井。これは花瓶としてなんですね。そういう形がね、ないんです。あ、
顔が見てくれるんですよ。